はい、今回はオリンパスの、プロレンズ第3元の望遠ズームですね。こちら、40-150mm F 値が 2.8 のプロレンズになります。こちらも、マイクロフォーサーズにしてはこうとても大柄なレンズで、まあ、元箱とか三脚座とかもあるんですけど、まあ、その辺っていうのは実際のものを見ていただいてもいいですし、私あんまり三脚座使わず手持ちで撮影することが多いので、こういう風にセットしてありました。こちらデコレーションリングですね。で、まあ、こちらこう外して三脚座を取り付けることができます。で、三脚座を取り外すことによって、確か 100g ぐらいのこう軽量化になるので、持ち運びするときにはこの状態が、まあ、私はすごく楽なのかなと思いますね。で、こちらは同梱のテレコンバージョンレンズですね。1.4 倍のテレコンバーター MC14 になります。まあ、こちらは対応レンズだけ、今確かこの40-150と最近出た100-400ですね、その2つしか、装着できなかったかなと思います。まあ、このようにこうちょっと出っ張ってまして、このサイズがこのマウント部分に入るレンズがもうその2つのレンズだけ、あとこちらに接点がちょっと独特なものがありまして、対応しているものは限られてまいります。で、こちらなんですけど、このように、大柄ながらにやはりプロレンズらしいこう作りでございますね。で、クラッチフォーカスもちゃんと搭載されてまして、マニュアルフォーカスもオートフォーカスも楽しめます。で、こちらなんですけど、そのピント合わせのモーターが2機搭載されていて、とてもこう高速でオートフォーカスが動くレンズになります。まあ、なのでこう胴体、まあ、鳥だとかスポーツ選手だとかを撮影するときに非常に向いているレンズだなと私は思いました。で、35mm 換算で40-150なので、80mm-300mm までの、焦点距離をこの1本で、賄えます。まあ、とてもいいレンズですね。撮影しててもこうはっきりくっきりと映るし、すごくこの焦点距離の割には軽くて使いやすかったです。で、まあ、これも後ほど写真を撮影して、アップしてみたいと思いますので、お楽しみください。どちらかというとこう絞りで撮るよりは開放で撮った方がなんとなくこうレンズの面白みっていうのも出ると思うので、私の動画では開放撮影がメインになってます。あとこちらちょっと面白い構造が、レンズフードがガシャッとこう伸びます。で、この状態だとこう、まあ、ちょっと強くやると壊れちゃうんで強くやらないですけど、こうしっかり固定されまして、このリングを回しながら引くことによってこう収納ができます。まあ、これちょっと面白い便利な機構ですね。まあ、これで頑丈だったらいいんですけど、やっぱりこう可動部が増えるってことはその分故障率も上がるので、まあ、丁寧に扱うのが一番いいかなと思います。はい、ありがとうございました。